と作りが違うな。この先にビエゾがいるはずよ。通りで。よし、行くぞ。いよいよスルド・ビエゾと対決か。そのビエゾだけど、あなたはあの男についてどこまで知っているの？どこまでって、カラグリアを支配するスルドじゃないのか？いいこと。相手はビエゾ・エルウォルゼ・テルディリス。腐っても全てのレナの頂点に立つ5人の1人なのよ。たとえマスター・コアがなくても恐るべき相手に変わりはないわ。私はあの男が気晴らしに何匹ものズーグルをほふるのを見たことがある。その巨体から繰り出す一撃は素手であっても危険。まして武器を持った時は致命的よ。攻撃は必ず避けろってことか？ええ、決してまともに打ち合おうとしてはダメ。避けて隙を狙う、それを忘れないで。俺たちの協力が試されることになりそうだな。ヘマをしないことを祈っているわ。スルド・ビエゾか！フッ、他のネズミどもの騒ぎに乗じて2匹ここまで入り込んできよった。ひまいましい。だが我がマスター・コアを届けに来た心根は褒めてやる。本気でお前に返すとでも？まさかよ。だがそんなことはどうでもいいのだ。どちらにせよ貴様らはここで死ぬのだからな。アサジエを後悔せい。死ねえ。クルスットがスルドの真似事か。笑わせるわ。そんなもの興味はない。お前を倒してダナを解放する。おさくら、顔もない奴隷風情が。死の力だって呼び戻すわ。レイクマグナビ。炎よ巻き込め。炎よ巻き込め。なんて威力だ。でも空中では隙だらけよ。奴が飛んだら撃ち落とすわ。分かった、頼む。負けられない。シャリュー放電中。マグナレイ治癒の術よ。スタートエイド。奴隷ごとき。マグナレイ俺に任せてくれ。巻き込め。見てなさい。炎よ巻き込め。炎よ引き離すわ。やらせない。ファーストエイド。昇竜とそこ下げろ。飛べ。マグナレイ。ああ行けるわ。外さないわ。行くわよ。いい加減にしろ。傷を治すわ。ファーストエイド。爆発しよう。今だ。させない。うわあ。やったぞ。ビエゾ、覚悟な
さい。炎よ昇竜卒巻き込め、かげろう昇竜卒もらった。炎よ源氏巻き込め、玉切れよ。さあ行くわよ。炎よ巻き込め。おらおらおらマグナレイ昇竜卒。うわおら源氏地の力だって呼び戻すの。レイジメント。すまない。おらおら。終わりだ。治癒の術よ。これ以上の消耗は。まだいける。炎よ。昇竜卒。巻き込め。かげろう。マグナレイ。見てなさい。奴隷ごときが。受けるわ。マグナレイ。外さないわ。炎よ。マグナレイ。炎よ、巻き込め。見てなさい。止め。炎よ、巻き込め。うっ、どん。えい。ほら。ま、行くわよ。行くよ。力を借りる。これで。終わりだ。逃げる。追うのよ。セルドが奴隷から逃げるのか。いい気になるな。ここなら存分に暴れられる。次は仮面で済むと思うな。黙りなさい。呼び戻すわ。レイズベッド。
負けるものか。化け物の攻撃を避けて。外さないわ。危ない。炎よ巻き込め。炎の化け物、邪魔ね。俺がやってみる。いける。来い。倒れろ。本当にやるなんて。今のうちにビエゾ。炎よ叩き捨てる。巻き込め。マグに刺さない。マグナレイ、さあ行くわよ。暴力なんかに治癒の限りはあるの。こいつで魔王エニカ行け。炎よ巻き込め。飛べ地域の筒よ。ファーストエイド。そこもらった。貴様ら何ぞに。マグナレイ炎よ。なぜ同じレナの貴様がそうまでして同胞に牙を向く。力ある者が上に立つのがレナの流儀だが、ダナと組む貴様のそれは裏切りだ。なぜだ。なぜ同胞に仇をなす裏切り者。いや、
精霊力の化け物、どうしたら。同じ精霊力だ。もしかしたら。壁は壊せるんだ。鉄仮面、あなた顔が違う。思い出したんだ、名前。それでも僕らセンター